Aber wir sind bei den letzten. Bis 12 wieder. どこ？Hier muss ich doch noch irgendwo hin. Unter uns. しないでくれ。私たちも心境のためにもっと役に立ちたいんだ。なんといってもこれは私がやってしまったことだから。あれ、何かあったのか。オイラたち何を見逃したんだ。二人とも、さっきになってようやくレッシグが私たちにある事実を白状してくれたの。やはり自分で説明させてくれ。私が心境の一連のトラブルを起こした張本人だ。はあ、レッシグさん。事の始まりは、私が秘境の入り口で精巧な水の球体を見かけたことだった。7歳の時に祖父からもらった天正儀とすごく似ていて、回せるのかと気になって少しだけ触れてしまったんだ。あれが心境のコアだなんて思いもしなかった。つまり天地が回った時に、これはさすがにまずいことになったと気づいたんだ。全部をあなたのせいにするわけにはいきません。私も管理不行き届きの責任がありますし。はあ、こんなことになるってもっと早く知ってたら。コアをちゃんとしまっておくべきでした。秘境の入り口？あ、まさかあの大きな水の球体のことか？うん。それでみんなで考えた後、心境のためにメンテナンスや補強作業をしたいって、レッシグさんが言い出したんだ。でも、彼一人だと手が回らないんじゃないかって心配だし、私とエウルアで手伝おうと思う。ん？私はコレイみたいに優しい動機ってわけじゃないわ。
私の仕事はあくまで彼が帰って迷惑をかけるなんてことにならないよう見張って確保することだけよ。おう、この後に及んでみんながそんな言い方を信じてくれるってエウルアは思ってるのか。こんな時はただ同意してあげるだけでいいってハンバーが言ってたけど。その、レシグさん、今日はお仕事頑張ってくれ。ああ、約束する。何にせよ、今日のランチはレッシグに作ってもらうから。精一杯頑張るから、安心してくれ。何ですって？あ、いやいや。みんなが私の過ちを不問にしてくれることに心より感謝している。この感謝の気持ちを力に、いや、カロリーに変えて。結構結構、でも力をあんまり浪費しすぎないでくださいね。神教の内部は至るところが長年メンテナンスされてませんから、こと細かにチェックしてもらって。手伝ってくれる人が現れた途端、イディアのオーラが普段と違って見えるぜ。こちらの3人以外のみんなで今日は一緒に行動しましょう。他の人も呼んできますね。少し準備したらすぐ出発です。やる気満々で行っちゃったぞ。めちゃくちゃ喜んでるみたいだな。初めて一番上に立って働く人ってこんな感じかもな。Ja, jetzt haben wir das Theater der Denker. Heilige Scheiße, ist das ein weiter Weg? Na dann, let's go.Ich glaube nicht, dass man da hinfahren kann. Nein!ご助力を。粉々よ。ふっ。よっ。それ。はい。
野外では常に補給に気を配らないと。これからどこに行くの？最後の部品を取りに行くのですよ。あくまで私の推測ですが、告知板に記載されている監督のところにあるのではないかと思います。軍師さんの観察眼はなかなかのものだな。監督ってどういう意味？監督というのは職業の一つですよ。確かゾシモスという方です。イディアさんが神教全体を管理しているとするなら、ゾシモスさんは舞台上の全てを管理していると言えるでしょう。だったらやっぱりイディアお姉ちゃんの方がもっとすごいね。もっとすごいイディアさんはどうして一言も発しないのですか？進んで説明してくれる人がいるので、もちろん喜んでサボらせていただいてるんですよ。よい、ほっ、はい。Dein Ernst, Klee。よい。彼は普段から出かけるのが嫌いで、ずっとツリーハウスに引きこもってるんです。舞台に必要な道具を作ってるのでなければ台本を書くのに夢中になってたりとか。でも彼のツリーハウスはどこにあるんでしたっけ？イディアお姉ちゃん覚えてないの？イディアお姉ちゃんはただのマスコットなのでそちらにあるはずです。え？静かな場所が好きな人もいますが、その監督さんは道具を運ぶ必要があるわけですから、シアターから遠く離れたところに住むわけにはいかないでしょう。シアターの全貌がいつでも見えるところに住むことは、舞台の流れを模擬実験することにも役立ちます。私ならそちらのツリーハウスを選ぶでしょう。でもシアターの方向はどうしてわかったんです？あ、それは難しいことではないのです。そちらに近ければ近いほど周りの配置もより賑やかになりますので。確かにその通りですね。なんで思いつかなかったのかな。Darf ich wieder fahren?
jetzt nicht.自動装置はどこに落ちたんだろう。そこにいるのは誰だい？イディア。そう、私ですよ、ゾシモス。これがドラマチックな登場ですよ。意外だな。てっきり誰にも見つからない場所に隠れて泣いているんじゃないかと思ってた。不思議なおちびちゃんだな。君は俺の心が読めるのかい？オイラはパイモンだ。そんな不思議な能力は持ってないぞ。ただ何回も同じようなセリフを聞いただけだ。どうやらみんなからの評価は一致してるみたいだな、イディア。やっぱり最初からマスコットでいるべきでした。こういうのが道を選び間違えて人生を挫折しちゃったって状況なのかな。はあ、マスコット、君の新しいキャラかい？そんなキャラ俺は書いてないはずなんだけどな。もう私のことはいいですから、友達を紹介してあげますよ。これでわかったでしょ。それでコアホイールのパーツを持ってるんですか？一応持ってるけど、あの事故で舞台にある多くの装置に不具合が生じたんだ。それで本来の公演ができなくなって。わかったぞ。パーツを人質にオイラたちに装置の修理を手伝ってほしいって言うんだろ。いや、舞台の修理の方じゃないですか。ゾシモスさんは等身大パネルが見つからないとおっしゃっていたので、道具の修理ですよね。きっとパーツの修理だ。パーツが壊れちゃったんだよ。彼の日常業務から考えてみたらどうだ。ゾシモスさんは台本を書く必要があるわけだから、台本の修正だと思うぞ。みんな一体何を経験してきたんだい。なんで俺をそんなに悪く思ってるのか知らないけど、パーツは無傷だから、欲しければ今渡してあげるよ。ただそのみんなに公園の修復を手伝ってほしいんだ。見てくれ、これだけ多くの人が集まれば公園に開いてしまった穴を埋められるはずだ。公園？すっごく面白そう。クレー手伝いたい。みんなも一緒にやな。実を言うと、さっきは台本のストーリーをどう続けたらいいかずっと考えてたところだったんだ。そんな時みんなが俺の目の前に現れた。まるでインスピレーションの光が突然差し込んだかのように。あ、どう言えばいいんだろう。君たちを見た途端、続きが書けそうだと感じたんだ。え？それってあなたがずっと行き詰まってたあのストーリーのことですか？本当に？本当に続きを書けるんですか？本当だとも。少し時間をくれ。すぐに台本を書き上げてくるから。イディア、ここは君に任せるよ。あいつ本当に書きに行っちゃったぞ。はあ、ゾシモスはずっと大盗賊とか魔女とかが出てくるようなストーリーを書きたかったみたいです。言い伝えをもとに物語を作ったみたいなんですが、頭の部分しか書けないままずっと煮詰まってて。みんな少し休んでてください。何か用意できるものがないか確認してみますから、監督が書き終わったらまた話し合いましょう。一人の監督として、一人の作家として最も重要なのはインスピレーションだ。
だから君子の三五宮さんを見かけた瞬間に新キャラクターのアイデアが浮かび上がった。ヒロインが加わったことでストーリーは完全かつ美しい流れになった。さあみんな、台本を読んでくれるかい？これから一緒に公演を完成させよう。他に何かわからないことはあるかな？ゾシモソお兄ちゃん、これってどう読むの？ミオなんとかシルってところ。どれどれ、身を寄せるだな。住まわせてもらうという意味だ。これを言うときは可愛らしく言ってくれよ。へえ。ふう、これこの字も読めない。大丈夫だ、解散したら一緒にセリフを練習しような。ガイアさん、手間をかけるね。さっきから感じてたんだけど、ガイアさんは役を演じるということにかなり心得があるようだ。もしかして以前は役者でも？褒めすぎだ。ただセリフをスムーズに読めるだけさ。おっと、そうだったのか。だったらガイアさんには本当に才能があるよ。正直俺はそういう人を探し続けていたんだ。もし今後俺が有名な監督になったら、ぜひガイアさんと長期的に仕事をしたい。あ、そのためにはこれからも連絡を。はいはい、いいぞ。よかった。じゃあみんな、もう少し台本を読んで公演の細部をゆっくり味わっていてくれ。俺は舞台を見に行かなければならないから先に失礼するよ。俺に用があればエリアの真ん中に来てくれ。一番大きなシアターの中にいるから。新境のシアターか、気になるぞ。みんなは準備してるみたいだし、シアターがどんな感じか見に行こうぜ。Hier gibt es auch noch Nebenmissionen? Nee, das ist bestimmt... Also was Weltaufträge in dieser Welt habe ich keinen Bock. あれ？ない。ここに置いたはずなんだけど。ゾシモス、まだ忙しいのか？ああ、君たちか。さあ、二人とも、もっと近くに来て、この舞台をよく見てくれ。俺が心を込めてデザインしたんだ。監督の仕事って、舞台
外のデザインまで含むものなのか。俺を尊敬してくれていいぞ。ここの監督や脚本、舞台デザイン、全部俺一人がやってる。大変そうだな。イディアならきっと無理だろう。イディアも大変だよな。彼女は俺の唯一の観客なんだよ。まあ俺はよく彼女に責められてるんだけどな。いつも何を描いてるのか全然わからないとか意味がわからないって感想ばかりくれるよ。まあ俺の先生図の使い方が彼女の初心に背いたからかもしれないけど、でも確かにイディアにはいろいろと批判されてきたが、いろいろと助けてもらってもきたんだ。彼女はシアターのマネージャーのような存在かな。彼女にはすごく感謝してる。ここに入って初めて俺は真の監督になるチャンスを手に入れたから。その前は？夢だけなら子供の頃から持ってたさ。公演を見て家に帰るときはいつも頭の中でそのストーリーを何度も何度も繰り返してたんだ。そのうちだんだん自分の願いが芽生えてきた。でも俺は手先が器用なだけだ。だからほとんどの時間は道具係と舞台セット係の仕事に明け暮れてた。自分の手でそうやって舞台を作り上げるのは確かに心躍ることだ。でも演出をしている時が一番心満たされるんだ。だから告知板に監督っていう肩書きしか書かれてなかったんだな。君やっぱり人の心を読めるんだろう。そうだ、二人にもう一つお願いしてもいいかい。この後使うはずのまとめ台本が見当たらないんだ。書き終えたばっかりじゃなかったのか。そうなんだけど、君たちの分を配った後その台本を持ったままあちこちをチェックしに行ってたから、どこかでなくしてしまったみたいだ。ここにないのなら屋根裏かもしれない。台本を書き終わった後はこことそこにしか行ってないから。でもその舞台の方はもう少し準備が必要で、ちょっと手が離せないんだ。二人にお願いしてもいいだろうか。おう、行ってくるぜ。
キラしてる。わあ。わあ。ここってこんなにいっぱい本があるのか。でも、あいつが今必要なまとめ台本は。